どうも、いらっしゃねるです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、入ってまいりました。ついに我々も手に入れました、はい、バスカー新が生まれた。はい、はい、やってまいりました。もうね、ナポさんがね、飲みたくて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 私探してきましたよ。ありがとうございます。バスカーシングルモルト、このバスカーシングルモルトアイリッシュウイスキーというのは、はい、ブレンデッドアイリッシュウイスキー、あの緑色のやつですね、はい、はい、あれの構成原酒の一つであるシングルモルトにスポットを当てた製品で、ポットスチルで3回蒸留したほうバーボンダル原酒とシェリーダル原酒をバランスよく使用し、味わいの引き立つ 44.3% でボトリングしました。これ値段3000円ぐらいだったと思うんだけど、あの緑より多分高いかも。ちょっと高かった、うん、しかも度数もそこそこ高いわけでしょ。うん、 44.3 っていうのはまたね、うん、なんかすげえニッチなところを攻めてきたなって気がしますけど、はい、45じゃないんだよね。 44.3 そこなんですよ。なるほどね。プルーフとか関係してるのかな。 88.6 プルーフです。来ましたね、はい、なんか意味があるんでしょうね。はいもう早く飲もう。待ちきれないやつね。すいません、ちょっと開けていただいていいですか。はい、はい、ということでバスカーシングルモルトなんですけども、はい、色は深みのあるゴールド、香りはトップはとてもフルーティーで華やかでジューシーなリンゴや華やかなエルダーフラワーが広がり、バナナ、麦芽ビスケットとともにスパイス、ほのかにパインツリーオイルが加わります。よくわからないことがたくさん書いております。あとテロップでご紹介します。味とかはね、一応あの洋梨とかリンゴとかの味わいに近いっていう書き方をしてるんで、これオフィシャル情報なんで、はい、はい、あのただ僕はオフィシャル情報を話しているウイスキーの匂いです。いただきます。カバランじゃん、カバランじゃなくて、カバラン、トロピカルフルーツみたいな。そこはもちろんわかるんですけど、なんか最後になんか変な匂いしない。あのあれでしょ、なんか酵母っていうか味噌とか醤油とかと臭い、臭い、そっち系のダメでしょ。アンモニア臭みたいな。いや、アンモニアじゃないけど、アンモニアではないけど、薄いアンモニア臭みたいなしない。これはパインツリーオイルってやつなのかな。あ、いわゆるパインって松なんですよ。はいはいはい、だからそれかな。ちょっと独特な匂いで、まあシングルモルトだからね、独特なとこはあるんだろうけど。あ、松か、そうだ、松だ。すっごい味してんね、これ。うん、で、衝撃的な味だよ、これ。好み分かれると思うけど、僕は好きかな。洋町スパイシーチョコレート。そうなの、最初に来るこのなんか変な味、何これなんか例えようのないなんか変な味すぎじゃん。松屋にっぽい洋町苦味と渋みの間みたいなさ、ちょっとなんかそのタンニンでもないんですよ ね、なんかちょっと変、うん、松屋にだと思う。子供の時に樹液かじった時あるんだよ、多分それにすごく似てる。すごいこれ、なんか老人、老人っていうか老人じゃないな、ごめん。わかるよ、うん、でもなんか食べ物とかそういったところの類の味じゃないんだよね、うん、なんだろう。すごいな。あ、山菜寄りの何か、フキノトウとかそっちの苦味に近い感じがするかな。だから要は木とか、そっち系なんだね、うん、木とか葉っぱとか。これは樽の味とかもう凝縮されてるようなお酒なんかない。うん、アイルランドのお酒ってあんまり僕ら飲まなくてあれですけど、はい、これは好み分かれますし、ただ深酒っていうかその余韻を楽しむんだったらすごい面白いお酒かなって。いろんな味が後からポッポポッポこうあったかくなって出てくるかなって気がしますね。余韻は非常に美味しいよね。美味しいよ、香りもいいし、ただ、うん、入りがすごいよね。変な匂いすると、変な匂いで変な味だ。うん、その、うん、多分松だと思う。これ松特有の匂いだと思う。ロックいってみようか。行きましょう。うん、はい、ロックやってみました。よし、じゃあ加水と冷やすとどうなるのか。はい、やってみましょう。はい。ああ、ああ、あのね、匂いが、はい、新木場。新木場、うん、新木場って駅の、うん、もう完全にあの、なんだろう、木材の寝かせている倉庫の匂いみたいな。新木場ってそんな倉庫あるんですか。いっぱいあるよ、だって新木場って木場っていうぐらいだから。そういう意味だな、あれ。そうだよ、そうだよ、だって木を置く場所、そうだよ、もともと木場ってあって、はいはいはい、そこからあの、のけて新木場ができたって、出立てて。アゲハのイメージかな。ハッピーの中で。ああ、もうほんと木だね、これは木だ。もう松、針葉樹系の匂いがすごい面白い。パインもするし、多くのこうタンニン臭もするし、
トロピカルウッディビタースパイシー、まあ、ビターとチョコレートも強くなってそれもある。渋いのがね、渋いザラつきが、渋みがすごい抑えて、ただ味として渋いわけじゃないんだよね、香りも甘いし。いやでもこれあの本当にオフィシャルでパインオイルがうんぬんって書いてあったけど、僕もこれ見たらもうそれしかやっぱ感じなくなってくるし。松屋にですか。うん、松屋にチョコレートって言った方がいいのかなそんなもの絶対食いたくないんだけどでもあるのよ、あの松ぼっくりみたいなのあるのよ、海外のあのカルディとか行くと、でその豆く豆っていうか、ね、ま、松ぼっくりなんだけど、はいはい、結構やっぱこういう感じするよ。ひまわりの種とかこんな味しない。しないしないまた適当なこと言ってほんとな。うん、でも松屋、そう思うして評価すると、はい、松屋にの効いた大下るのシングルモルト、はい、最後シングルモルト言いたかっただけだねチョコレートはね、これあの余韻っていうかちょっとしばらく飲んでこう喉とかあったかくなってようやっと、うん、そのチョコレートの、 あのねっとりと、ねっとりっていう言葉で言うんだな、深みですね、はいはい、が感じられてくるかなっていう、はい、これはちょっとあの長飲みするウイスキーだと思う。一つあのすぐうんぬんかんぬんじゃなくて、このゆっくりゆっくり飲んで、はい、いろんな味を自分で感じながら最後気持ちよくなってありがとうございましたって書いていただくようなということは結局結論ですよ、うん、好きですか。好き。なるほど。割とね、あのいろんなウイスキー飲んでるけども、はい、こういったあのその3000円4000円台で買える、はい、複雑なウイスキーはなかなか出回ってないかなと思う。確かにそうですね、複雑というかそのいわゆる松、うん、結果松でいいのであれば松、この味はなかなか味わえない味ですよ。ニッチな。そうだけど結構流行ると思うよ。これは皆さんどういう評価されてるんですか。うまい本当かよじゃあ我々もうまいうまいと本日は締めさせていただこうと思います、はい、あれだね、今度飲み比べしようか。あ、緑とね、もう、うん、飲み比べしてみよう。じゃあ、ま、ということでちょっとこれ緑の中にこれも入ってる、うん、そういうことだと思うよ。じゃあそういうことにしておきましょう。あの緑から抽出したこれ、はい、ああれだよ、ジョニー・ウォーカーでいうなんとかオリジンみたいなもんじゃね。そうなんですかね、きっと。うん、そういうことにしておきますということで、やっと手に入れた、バスカーの青バスカー、はい、はい、正直レビューでした。ちょっと複雑すぎて僕らちょっとウイスキーにやかにはちょっと難しかったんです、はい、このチャンネルが面白いと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。こう見えて30オーバーです。バイだよそれ